あつみ始まるよ森内正代の集まれミュージカルの森はい皆さんこんばんはミュージカル俳優の森内正代ですこの番組では俳優である私森内正代が30分間ミュージカルの魅力を少しでも伝えられるように 僕の俳優としての活動情報やミュージカルにまつわる近況をお届けしていきます。集まれミュージカルの森略して、集みゅはい、2024年3月21日、皆様いかがお過ごしでしょうか毎週お伝えしている通り、我々の諸事情により、番組の内容を少し変えてお送りしております。 川柳やお便りは5月頃から再開いたしますので、今のうちにどしどしお送りください。あの最近ですね、僕泣くほど嬉しい出来事があったんですよ。しかもその泣くほど嬉しい出来事っていうのは、すっごい不意に来たもので、 あまりにこう、そんなことが突然来ると、人ってうろたえるものですね。<laughs> っていうのも、まぁ、あ、ちょっと喉の、結構今回のジョジョの作品は叫ぶことが僕は多いので、喉のケアをしていかなきゃいけないなって考えてた時に、相部屋のようちゃんがですね、ここの自備家の方いいよって、で、 なんかいろんな方が行くところだよってで自分もすごい合う人なんだって言って教えてくれてああじゃあちょっと行って様子見てもらうわ今の状況がどうなんか確かめてくるわっていう感じで行ってきたんですよ。でまあ、えー、と結構名だたる方が行ってらっしゃるとこっぽくてで先生も落ち着いた方だったんだけど「あのー、まあ今の状況でちょっとイガイガするんです」とか「油断するとちょっと喉の痛みが出そうなんです」とか言って話しながら。 声体の写真をね、撮ってくださって。で、過去に2、3回僕整体の写真撮ってもらったことがあったから、まあ特に何も言われたこともなかったし、まああの喉の状態を把握するためだろうと思って撮ってもらったんですよ。そしたら、その、まあ、言ったらいろんな俳優の人がそこに行くんですよ。だから精通してる先生なんだなっていう感じはあったんで,で、その先生に、なんかね、どこでそんなに鍛えたんですか って言われてまずそのの写真を見た時にでなんかどこでそんなに鍛えたんですかってまず一言目に言われた時に僕の生態ってやばい状態なのかなって思ったんですよだってその写真を見てもいいかどうかなんて全然わからないのででそれってその良くない感じに鍛えられちゃってますかみたいなこと聞いたらいや全然って言われるからえじゃあその良い方で 鍛え上がってるっていうことでいいですかって言ったら、あ、うんその通りだよって。で、見てください。ピッと気をつけしてるでしょうって言われて、まあ確かにピーンと僕の生態張ってたんですよ。まあこれがいい状態なんだ、へえぐらいに思ってたんですけど、その後先生が、申し分のない、もう火のない理想の生態ですって言われたの。<laughs> 突然、僕の体の内側にある素材を、 ベタ褒めされてるんですね <laughs>。いや、だってもう火のない理想の生態って言われたら、しかも僕はミュージカルやってるし、歌も喋ることもする生態をむちゃくちゃ酷使する職業だからこそ、めっちゃ褒めてくださって。だから、え、本当ですかみたいな。 鍛えたと言われても、まあ、劇団四季いたりとかあ劇団四季なるほどねって言われてでもそのあんまり自覚なくてえっと本音のところで言うとあんまり自分の声にも自信はそんなに持てていないどっちかっていうとダンスとか動く方が自信が持てているのでそれには全然達していないと思ってたから声もそこまで自信はないですって言ったら「自信持ってください」「ほんと立派です」って言ってしかもちょっとおっきいんですって僕の声帯が。だから、 あの、楽器はパーフェクトって言われました。いや、嬉しかったですね。本当に嬉しかった。あ、そうなんだと思って。だから、そのいい声帯ってどういうことかっていうと、長く歌い続けられるというか、疲れにくいらしい。しかも、傷ついても修復が早いんですって。だから、それは、 一重に声帯を鍛え上げているからなんですって。で、いろんな市村雅塚さんとか、えー、そういう方の話も出てきて、でそういう方はずっと歌い続けられるでしょ。あれは声帯をちゃんと鍛え上げているから、 長くずっと歌い続けることができるんですっていう話もしてくださって、あ、じゃあ僕の声帯は理想的な状態にあって期待上げられていて、長く歌っていくことができる。で、傷つきにくいし、回復力もすごい。わ、確かにパーフェクトだ嬉しいって、とっさに突然来たその嬉しみに、 涙をこらえていたら、どう対応していいかわからぬもののやりとりになっちまって、僕自身が。<laughs> いや、でも、心の底から嬉しかったですね。で、言われたのは、あとは使い方ですって言われて、そっか、使い方か、こんだけいい素材を持っていても、修行がなければ何にも、 役に立たなので僕はやれば伸びる子やればできる子やればできる生態を持っている子ということでですね、えー、今後もより一層 <laughs> 自分を鍛えることに励みたいなと思えた瞬間でした嬉しかったですねなので皆さん私の、えー、生態の成長、えー、声の成長これからもどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします <laughs> 嬉しかった はい。ではここで、現在、僕が出演しています作品情報をお伝えいたします。ミュージカル、ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッド。国民的大人気コミックが待望のミュージカル化。原作は、荒木博彦先生の大人気コミックシリーズ。人間の誇りと勇気を描き上げる人間参加をテーマに、頭脳戦と肉弾戦で織りなされる熱いストーリー。 すべての始まりとなる第一部「ファントム・ブラッド」をベースに世界初の舞台化が実現しました東京公演は2月28日に千秋楽を迎えましたがまだ札幌公演と兵庫公演がございます札幌公演は札幌文化芸術劇場「ひたる」にて2024年3月26日から30日まで 兵庫公演は兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールにて2024年4月9日から14日まで詳しくは公式ホームページをチェックしてみてください放送の頃は札幌公演に向けての準備期間中かと思いますが収録現在は東京公演の真った中でございますね東京公演見に来てくださった方本当にありがとうございました メメタ楽しめました <laughs> メメタの言い方はねあーフーズバートの言い方だって言われました <laughs> 確かにと思ってなんかねフーズバートのままメメタって言うとすっげーすっげーニュアンスが出てかっこよく息も止まらず言えるんですよメメタでございます <laughs> あ,あくまでミュージカル版ですよはい。<laughs> 今回ねジョジョの公演はねとても着替えが多かったです なんかね、最初はそんなに着替え多くないはずだったんですよ。で、稽古やる上で、ここも出てもらえますかここも出てもらえますか翔太さん、あそこもお願いします。みたいな感じで声かけてもらったから、気づいたら、多分一番多い。11着ぐらい来てんのかな気づいたらですよ。それも全然気づかなくって、あのね、衣装合わせとかで、なんかね、 衣装のリーダーさんに、また君かって言われて <laughs>。あれあ、また僕だすいませんもうまた僕ですねとか思いながら。あとは、あの、なんかね、結局衣装合わせで最後の最後まで一人たった一人残ってなんかずっと衣装やってたりとかして、あ、なんかあ、あれなんか俺だけいるなみたいなことを衣装合わせでずっと思ってたんですけど、なんか最近スタッフさんに、森内くん、着替え一番多いよねって言われて <laughs> あ。あ、やっぱそうですよね。 多いんですよ。なんか他の人見たら、なんか8着とか9着ぐらいで、僕だけなんか11着あるんです。しかもなんだったら、1回着て、えー、次のやつ着たら、もうか回その手前のやつ1回着るみたいなこともあったりして、大変でっつって。<laughs> そう、着替えが多いとね、体力使うんですよ。 しかも、靴をね、ゴムにしてもらってるから、で、結構チャットギュッと締めたいからこそ、救急のゴムにしてるんですよ。結び直さなくていいように。そうするとね、靴べらで履く、脱ぐが、あの特にかかとより上の靴があったりすると、めっちゃ大変なの。もう、むっちゃ力使うの。であ、親指とか入れてやったらいいんですけど、その親指が潰れそうになるぐらい痛いから、靴べらわざわざ使って、で、もう、みちみちな隙間で靴べらべって入れて、靴べら壊さないでギュッて入れるから、めっちゃ大変なの。<laughs> なんかね北斗の拳の最初の7場ぐらいまでの着替えを思い出しますねはい <laughs> まあでもその着替えも頑張りながら徐々にの公園地方頑張っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、兵庫の方と札幌の方は楽しみにしてくださいそれでは早速最初のコーナーへ参りましょう最初のコーナーはこちらです「最高のミュージカルピックアップホップステップ」 ジャンプ今週皆様にご紹介するミュージカルソングはミュージカル「オペラ座の怪人」より「All I ask of you ですオペラ座の怪人」はフランスの作家ガストン・ルルーの小説「オペラ座の怪人」を元にしアンドリュー・ロイド・ウェバーが音楽を手掛けたミュージカル作品です豪華な衣装や舞台装置に大金をつぎ込む メガミュージカルの先駆けとして1986年ロンドンのウェストエンドにて初演し1988年にブロードウェイにて幕を開けましたパリ・オペラ座の地下に住んでいる怪人と呼ばれる音楽の天才その怪人の不思議な音楽の力に取りつかれる美しいソプラノ歌手 クリスティーヌ・ダーエを中心に、謎に包まれたオペラ座の怪人にまつわる変わった出来事を描いていく物語です。ね、皆さんもご存知の、あー、みんなが知ってるわけじゃないのかな。劇団四季のオペラ座の怪人はすごいらしいっていう CM、皆さんご存知ですか 本当ね、僕はね、作品を見たことなくて、劇団四季に入る検討もしてない頃からやっぱその CM を見ていて、で、式に入って初めて、えー、作品を見させていただいて、で、楽曲とかもちょっとだけ知ってたんだよね。で、あとその CM の印象があって、なんかね、 その CM からどんな作品なんだろうと想像することもなく、ただ自分の印象には残ってるので、すごいらしいと言われて、あ、すごいんだろうな、ぐらいなんですよ。なんかイメージしてないのにしてるものとして何かが残ってたので、よく、よくわからないんですよね。あの、本当にこれ伝わらないんですけど、なんだろうな、熊のプーさんみたいな感じなのかなっていうか、そのね、絶対伝わらないんだけど、だから概念としてない。ただ、 情報としては目から耳から CM でたくさん入ってきていたから、なんかそういった作品、作品っていうか、作品なのかミュージカルなのか舞台なのかっていうイメージもしてなくて、それって熊野プーさんみたいなことなんでしょみたいな。<laughs> 伝わらないよね。ほんとごめんなさい。そういうところはちょっと僕独特すぎて、あの、伝わらない、こう、価値観があるんですけど、イメージと言いますかね。だから、なんで僕熊野プーさんみたいなことなんでしょうとか思ってたんだろうって思ったのが、やっぱ作品を初めて見たときに、あ、こういう内容だったんだ。あれだけ見ていた劇団四季のオペラさん怪獣はすごいらしいって、あれはこれだったんだ。って、初めて繋がったときに、途方もない イメージをしていたんだなっていうところで、クマのプーさんみたいなものと思っていたんだなっていうのが僕の中に残ってるんですけれども、本当伝わらなくてごめんなさい。なので、あの皆さん気になる CM とか、ああ、もう自分の中にちょっと残る音とかあるなっていう CM のものはぜひ手にしてみてください。結構驚きがあったり、<laughs> そんなことないよね <laughs>。いやー、素晴らしい作品ですよ、本当に。オペラ座の怪人というのはい。 この All I Ask Of You という楽曲は、オペラ座の屋上で幼馴染のラウルとクリスティーヌが二人の愛を確信し合うナンバーです。それではお聞きください。ミュージカル、オペラ座の怪人より、All I Ask Of You お聞きいただきましたのは、ミュージカル、オペラ座の怪人より、All I Ask Of You でした。次のコーナーはこちらです。 今週は僕が出演した作品の中から「ヘッズアップについて思い出しながらお話ししていきたいと思いますミュージカル「ヘッズアップは普段表舞台に登場することのないバックステージで働く舞台スタッフの奮闘を描いたオリジナルミュージカルでございます。 ラサール石井さん演出で2015年に初演し、僕は2017年の再演に出演させていただきました。はい、このヘッズアップというのはラサール石井さんが、えー、10年ほど温めていた作品ということで2015年に初演されて、僕は知ってはいたが見てはいないみたいな感じだったんですよ。で、2017年の方で熱海五郎一座とかで僕のことを少し知っていただいて、SET に所属していたので、その本公演とかも石井さん見に来てくださって、そんな中から、SET から、大竹さんと森内正代を呼んでいただいて、客0円で出させていただくことになりました。もうね、本当に素敵なミュージカルに関わらせていただいたなぁと思っていて、何より、ラサール石井さんの俳優たちへの愛がすごい。もうね、 それは作品を見ていただいた方にはすごいわかると思うんですけれども愛に溢れてるんですね演出がなので僕たちもただのアンサンブルなんですけれども、えー、名前があるというかなんか僕の場合はね新人スタッフですねで入っていてあのー、僕のためにシーンを作ってくださってそれがあのー このまま行くと早替え祭りになるなと、早替え祭りっていう、たくさん早替えがあるってことですね。で、衣装の上に衣装をどんどん着込んでいかないと、これ間に合わないよねっていう設定になっている役者がいるとして、で、それの着替え検証を、僕、セノーっていう役だったんですけど、セノーにやらせようって、やらせて試してみようってなった時に、僕が着膨れも着膨れした格好で <laughs>、10着以上なんか着てるような着膨れ感の試し着された状態で出てきて、 <laughs> そのまま僕はこのままほっとかれてどっかみんなスタッフが行っちゃうみたいなそういうシーン作っていただいたんですよ。もうね、今思えばね、もう。 とね、もっと感情を動かしてねもっとあの困った背能を演じたかったなって今でこそ思うんですもっとできたなって思うんですけれどもまあその頃一生懸命やらせていただいてでおかげさまで出落ち感満載の格好で出てくるので結構笑っていただいたりとかしてそう,あのそういう点も含めて他の俳優さんにもその愛情の注ぎ方というかちゃんとカンパニーに参加している理由をちゃんと 作っっててくださってでその楽しんでできるようにバックアップしていただけるというところで本当に石井さんの演出って愛が深いな他の作品見ても思うんですよねああもう全ての演者に対するリスペクトというか愛がすごいああだから要は起用の仕方がすすごいってことですよねいやそういう点は本当に天才の元でできたなっていうのは今でもかみしめるところでございます。 あの、僕の知り合いの大御所ベテラン音響スタッフの方がその作品見ていただいて、あの、感想を聞いたんですけれども、何がこれ面白いのって言ってたんですよ。で、それっていうのも、本当にリアルすべてのセクションの裏を描いているので、音響、美術、照明、衣装 <laughs>、うん、その辺全部描いているので、 リアルすぎたんでしょうね。だから、スタッフからしたら面白みがないですよ。その世界を知らない人からしたらめちゃくちゃ面白い内容なんですけれども。<laughs> 本当のスタッフさんには全然響かなかった。てか、日常を見ているような感覚だったらしいです。<laughs> すごいですよね、その、そこまで裏側をちゃんと描いているって。で、このヘッドアップって作品は最初何にもない空っぽの舞台に衣装とか大道具とかを全部作り上げて、一つの舞台を作り上げて、で、その中にもいろいろなトラブルがあって、で、最終的にそれを全部バラして、解体して、破けさせていって、トラックで運んでいって、空っぽの舞台で、 終わっていくみたいな。そんな感じの演出なんですよ。なので。 本当にすごいなと思って、あの、スタッフさん、本当のリアルスタッフさんが、リノリウムって言って、バレエとかでよくあの、ちょっと柔らかめの、えー、マットみたいなものを使うんですけれども、舞台っていうのは、そのリノリウムを3枚ほど、本当のスタッフさんが出てきて、俳優と一緒に敷いて、で、間をテープで止めてっていうの。で、リノリウムってすっごい重たいんで、一長一短にできるものじゃないです。結構時間かかっちゃうんですよ、丁寧にやると。で、それを3分の曲の中で敷き切ったり ととかそそういういことができてもそれだけでで本当に面白い作品なんですよね。で音楽はタマさんという方が作ってくださってその音楽もまたノリノリでいい感じなんですビートが聴いていてなのでそういう点で本当に舞台スタッフをエンターテインメントにうわーっと紹介した作品で。 いや、これ、ヘッドアップファンの人多かったんですよ。むちゃくちゃ多くって。いやー、確かにこれは愛される作品だよなーって思いながら、やりがい感じながらめっちゃやってましたね。で、やっぱ舞台を作る上でのトラブルあるある、まあ舞台人にしかわからないあるあるなんですけれども、<laughs> それをふんだんに詰め込んでいて、んで、<laughs> そのせいか、本当に本番の舞台でやっていても、 えー、リアルトラブルが何個かありました。<laughs> 本当にもうシーンってなるようなシーンとかあって。で、えっ、ー、と、僕が再演した時に起こったトラブルの大きいやつはね、ジーニーって言って、照明さんが昇降機ですね。人昇降機に乗って、照明の高さまでガーって上がってもらって、そこで照明を直すみたいな、えー、自動で上がれる機械があるんですよ。で、そのジーニーに乗って、 でも乗らなきゃいけないキャラクターの人は、えー、その証明の大御所の高所恐怖症で上に行きたくないから自分は頑張ってプランナーになったんだとプランナーっていうのは下で指示してればいいやあの一番偉い人なんですけれどもなのでそうなったんだっていう。 おじさまが、えー、もう今、いいは自分しかいない今照明の上に行かないといけないっていう状況になって、俺は高所恐怖症だけど、行くよ、俺がって言って、その周りの演出部のスタッフが、行ってらっしゃいって言って、敬礼して、ジーニーがガーッと上がっていくっていうシーンで暗転して別のシーンに行くっていうのがあったんですけれども。 そのジーニーがね、行ってきまーすってピッてやった瞬間に上がらなかったんですよ。で、全員敬礼ポーズして、なんとか芝居で繋いでるんですけど、どうにもこうにもジーニーが動いてくれないと上がってくれないと。さすがに上がってくれないと新展開ができないので、と思ったほんのつかの間。 その一番近い袖口から本物のスタッフさんが人の間をコンコンコンと書き分けてジーニーのある部分をピッて押したらジーニーがガーって上がり始めたんですよ。なので、その間ね、6秒か7秒ぐらい止まってる時間があって <laughs>。で、そのスタッフさんもまた何事もなかったかのように出てきて何事もなかったかのように去っていくという神会がありました。<laughs> すごいよね。 あとこれはラジオでお話ししたこと多分あると思うんですけれども、あのさっきのも話もそうかな。初演の方、2015年で僕が参加していない時に、なんか雪を降らさなきゃいけないシーンがあって、本来も降ってこないみたいな感じで、やっと降ってきたって言って、大御所の俳優が困ってるところから救われるっていうシーンがあって、でもその雪が降らないな、降らないなって言ってて、雪を、雪をとか言って、大御所の俳優は何とか芝居を繋いでるっていうシーンがあるんですけれども、 実際に本当に降らなきゃいけないタイミングで降ってこなかったんですって。荘園の時ね。で、その、降って欲しいけど降ってこないなっていう芝居から、リアルその、あれやばい降らないみたいな感じになったんですって。で、その瞬間、一粒だけ雪が頭上にキラキラ光りながら落ちてきたんですって。一粒だけですよ。紙吹雪。<laughs> 一枚だけ、四角形なのが。<laughs> それを見て、 雪だって言って芝居がなんとか続いたんですって <laughs>。本当にリアル、やりたかったあるあるトラブルショーがリアルトラブルショーになりかけるっていう。なんでしょうね。そういうことをやってるとやっぱそういうものが寄ってくるんでしょうかね <laughs>。なんかそういったいろいろなトラブルを乗り越えてヘッドアップというものは再演まで無事上演されたということです。 本当にとても素敵な舞台で石江さんが愛を込めてやりたいやりたいというところを形にされたという点で僕はリスペクトがすごい強いですし作品に携われて本当に良かったなと思う作品のまあどれもそうですけどね一つでございますはい はい。ということで、あっという間のエンディングトークのお時間でございます。森内正代の活動情報は公式 LINE アカウントにてお知らせしておりますので、ご興味がありましたら、ぜひご登録ください。会員制のメールマガジンもございます。この機会に、ぜひご登録ください。そして、X や Instagram などの SNS を日々投稿しております。 もしご興味を持ってくださった方は森内正代で検索してぜひフォローをお願いいたします次回の放送は3月28日23時から23時半での放送ですこの番組をもう一度聞きたい過去放送を聞き直したいという方はラジオ川越公式 YouTube チャンネルの再生リストから森内正代の「集まれミュージカルの森」をチェックしてみてください ここまでのお相手は森内正大でした今夜も素敵な夢を見れますように皆様おやすみなさい